A 君と B 君と C 君、仲のいい大学生なんですが、学生生活最後の夏だからどっかでパッと盛り上がろうかという話になった。けど、当てがないものですからどうしようかなと悩んでいた。そんな時にこの A 君のお家では、伊豆の方に別荘を持っているという話になった。A 君が、よかったら俺のところで集まらないかと言った。それで結果的に3人で伊豆の A 君の別荘へ行くことになった。男ばかりじゃ寂しいんだけど、現地で可愛い子を調達しようなんて話になって、みんなで伊豆の別荘に行った。予定では3泊4日だった。それでみんなで出かけた。海に行ったからといって、可愛い子がそんなに簡単に見つかるわけじゃないし、三人で過ごしていると時間はあっという間に過ぎていく。そうこうしてるうちにとうとう明日は帰るという日になってしまった。たまたま A 君はお父さんお母さんが後から別荘にやってくるというのでそのまま帰らずに泊まり、 B 君 C 君は先に帰るという話だった。じゃあ最後の日だからみんなでパーッと騒ごうやと言ってみんなで飲んでいた。なんてことない話をしながら、ああでもないこうでもないみんなで楽しんでいた。だん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 時間が経っていった。 B 君と C 君は帰るだけでどうせやることはない。そうこうしてるうちにいい時間になった。おー結構遅くなっちゃったな。でもまあいいか、もうちょっと喋ってようか。でまた話をしていたわけだ。その時にトゥルルルトゥルルルトゥルルル、電話が鳴った。瞬間に A 君が立ち上がった。あ、俺だ。実はさ、黙ってたんだけど昼間海で可愛い子がいたからさ、ここの電話教えちゃったんだよ。これから来るかもしれないから多分その電話だと思うよ。あ、きったねえな自分ばっかりなんて言ってると、 A 君が笑いながら立ち上がって電話まで行って受話器を取った。はい、もしもし。はい、もしもし。え、もしもし。あなた、キル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 でしょ。あなた、キル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 でしょ。え、何ですか。ちょっと電話おかしいんだけど。もしもし、誰。あなた、キル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 でしょ。あなた、キル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 でしょ？なんだろうこれ。もしもし？冗談だったらやめてよ。やめなよ冗談は。もしもし？もしもし？ガチャン。電話を切った。ふざけてやがんな。どうしたんだよ。B 君と C 君が言った。A 君が、いやさ、今の電話なんだか全然よくわかんないんだよ。なんだかテープの早戻しみたいにキュル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 でしょって言ってるように聞こえるんだよな。気持ち悪い電話だな。嫌な電話だよな、まったく。なんて話をしていた。散々飲んでゴローンと横になり、いい気持ちですやすや寝ちゃった。次になって B 君と C 君は、じゃあどうもお世話になりましたと言って帰っていった。A 君は両親が来るから残った。東京へ帰ってきて 2,3 日すると C 君から B 君に電話があった。おい、知ってるか？ A が死んだぞ。 A が死んだんだよ。え？何が？何それ？死んだんだよ、海で。海で？だって A のやつ泳ぎうまいぞ。あいつ溺れるようなところ行かないだろう。でも死んだんだよ。新聞にも出てるよ。それで慌ててご両親のいる別荘へ向かった。そこには A 君の静かな寝顔のような死体が横たわっていて、ついこの間まで一緒に遊んだとは思えないような状況がそこにはあった。楽しいはずの夏がなんだか寂しいものとなって、辛い夏となった。それで両親に挨拶し、二人はまた東京へ帰ってきた。もうちょっと話をしたいような気がするんだけど、気持ちが盛り上がらず、二人は別れてしまった。季節は流れ、二人とも学校を卒業し、それぞれの会社へ入り生活が始まった。夏が来たが、なんとなくお互い会う気もしない。
会えないことはないんだが、やっぱり A 君が亡くなってからなんとなく気まずいというか、会う気にならなかった。それでだん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 と疎遠になっていく。会社に入って同僚もいるわけですから、そっちの方が付き合いは親しくなっていく。2年ほど経った頃、突然 B 君のところへ C 君から連絡が入った。もしもし。おお、しばらくだな。元気でやってる？たまには顔見たいな。どうしたんだよ。実はさ、俺聞いちゃったんだよ。え？いや、聞いちゃったんだよ。多分そうじゃないかって思うんだよ。ん？何のことだよ。何があったんだよ。2年前の夏、覚えてるか？思い出したくもない嫌な思い出ですよね。ああ、ええ、死んだよな。ああ、知ってるよ、もちろん。あの時さ、別荘へ電話があったの、お前覚えてるか？ああ、あったあった。夜だろ？言ってたよな。A のやつがさ、テープを早戻しするような声が聞こえたって言わなかったか？ああ、言ったかもしれないな。俺のとこ来たんだよ、その電話。来たんだよ。電話出ると、あなたキュルキュルキュルでしょって言ってるんだよ。よくわかんないんだけど、あなたキュルキュルキュルでしょって言ってるんだよ。はじめは何かと思ったんだけど、あなたキュルキュルキュルでしょって言ってるんだよ。それで俺がどなたですかって聞いても、あっちはずっと一緒なんだよ。あなたキュルキュルキュルでしょなんだよ。それで俺しばらく聞いてたんだけど、わけわかんなくて俺電話切っちゃったんだよ。A のやつも電話切っちゃったよな。なんかさ、それいけないような気がするんだけど、もしかしたらさ、俺死ぬのかな。そんなことないよ。そんなの偶然だよ。でもあの電話変な電話だったって A 言ってたぜ。変な電話なんだよ。気持ち悪い電話でさ、俺気持ち悪いんだよ。お前も気をつけろよな。何言ってんだよお前、会おうか？うん、そうだな、会いたいな。じゃあ渋谷でもって会おうや。でもお前も気をつけろよな。電話が来たら気をつけろよ。大丈夫だよ、分かったから。とりあえず会って話をしようぜな、渋谷で。楽しみだよ、しばらくぶりだからさ。俺今から出るからさ、渋谷で会おう。じゃあ俺も出るから。うん、楽しみだよ。俺もだよ。じゃあな。渋谷の決められた場所でもって B 君が待っていた。かれこれ時間になっている。でも C 君は一向に現れない。おかしいなあ、あいつまだ来ないなあ。そんな遠くじゃないんだけどなあ。30分1時間待っても C 君の姿は見えない。しょうがないから公衆電話から C 君のところに電話を入れてみた。でも誰も出ない。やっぱり家は出てるんだよな。2時間近くも待って、あまり気持ちは落ち着いていないんですけど、これ以上待つのも無駄だと思ったもんですから、 B 君家に帰ってきた。とそこへ連絡が入った。それは C 君が死んだっていう連絡だったんですよ。え？だって俺さっき C と待ち合わせしたんだよ、渋谷の駅で。電話を受けたのはどうやら B 君の母親らしい。誰から受けたのはわからないけど、そういう連絡が入ったそうです。なんでも C 君は渋谷に来る途中で亡くなったらしいんです。え、じゃあ俺に会いに来る途中であいつ交通事故に遭ったのか。じゃあその電話って本当なのかなって思った。 A 君が言った。 C 君も言った。じゃあ次は俺なのかなって思っていた。それからっていうのも電話に出るのが嫌だった。ずーっと電話に出なかった。何があっても B 君は電話に出なかった。社会人で電話が必要な時でも、向こうから来た電話を一旦留守電で受けといてから聞いた。自分から電話する以外は電話を切っておいた。それからまた月日が流れて B 君に彼女ができた。楽しい毎日がやってきたんですね。だんだんと友達のことが遠い昔の話になってきちゃったんですね。
そんな時に B 君彼女に電話をかけた。彼女とたあいもない話をして、ああでもないこうでもないって散々笑って電話を切った。彼女との電話を切ってすぐに電話が鳴った。ドルルルルルドルルルルドルルルル、ああ彼女のやつが何か言い忘れたんだなぁと思って電話を取った。あなた、違う女の声がする。キュルキュルキュルでしょ。あなた、キュル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 でしょ。もしもし、あなた、キュル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 でしょ。もしもし、どなたですか。あなた、キュル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 でしょ。同じことを言う。あ、これはあの電話だ。俺のところにもついに来たんだ。あなた、キュル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 でしょ。あなた、キュル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 でしょ。あなた、キュル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 でしょ。電話は止まない。もしもし、もしもし、誰なんですか。もしもし、あなた、キュルキュルキュルキュルでしょ。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 電話を切るわけにはいかない。黙って聞いていた。びっしょり汗をかいてる。電話は止まない。早戻しのテープのように。あなた、キュルキュルキュルキュルでしょ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 。だんだんと時間が経って、夜がしらじらと明け始めてきた。あなた、キュル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 でしょ。あなた、キュル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 でしょ。あなた、キュルキュルキュルでしょ。だんだんとスピードが緩んできた。あなた、キュルキュルキュルでしょ。あなた、キュルキュルキュルでしょ。意識は朦朧としながらも受話器にしっかりと耳をつけた。そのうちに言葉が少しずつ分かってきた。あなた、キュルキュルキュルでしょ。あなた、キュルキュルでしょ。あなた、死にたいんでしょ。あなた、死にたいんでしょって聞こえた。それで B 君が、俺は死にたくない。俺は死にたくない。って言うとガチャッと電話が切れた。相手の言ってることは分かったけど、果たして俺は無事なんだろうか。月日が流れて、それも遠い昔の話です。B 君は元気で生活しています。